222点。秋頃に撮影したんですけど、プールが氷水って感じ、すごいきつかったです。見どころは全部です。はい、全ページ見どころになってると思います。20代の私、20代最後の作品になるんですけど、今まで中学生の頃からやってきたこのグラビアの活動のこう全てをぶつける気持ちで挑んだので、はい、もう全ページ見どころになってると思います。もう本当さっきから言ってるけど、全ページお気に入りなんですけど、特にこちらのプールで撮ったんですけど、まあ、特にこっちの写真がお気に入りなんですけど、まあ、あの顔全体がこう写ってるわけではないんですけど、しかもちょっとぼやけてるんですけど、でもこう唇がすごい印象的なカットだなと思って、あの今回のカメラマンさんがこう撮り終わった時にこう今こんな感じで撮ったよっていうのを見せてくれるんですけど、やっぱこれが一番目に留まったっていうか、で実はあの今回の表紙はこれなんですけど、こっちのこの私のお気に入りのカットがこう表紙候補に上がってたりとかもしたんですね。でもまあ顔写ってないしどうするみたいな話で、まあ、結局こっちになっちゃったんですけど、でもあの今回のイベントで掛け替えカバーっていうあの特典があるんですけど、そちらでこのカットが採用されたので私的には嬉しいです。はい、でもうこのパーツショットってやっぱ写真集ならではのショットだと思うので、その辺も気に入ってます。さっきのお気に入りのカットを撮ってる時のプールの撮影の時、もう本当にあの秋頃にこの写真集撮影したんですけど、めちゃくちゃ寒くて、しかもこのプールが本当に冷たかったんですね。もう氷水って感じ。でもやっぱ最高の作品に仕上げたいっていうことで頑張って入りました。はい、すごいきつかったです。今回の、タイトルはこの写真集の企画から撮影からもう全てにこう一緒に寄り添って携わってくれた担当の方がつけてくれたタイトルなんですけど、まあ意味もそうですし、ちょっと私には荷が重いんじゃないかって最初聞いた時に思ったんですけど、でもやっぱりこうずっとこう作品を作ってこう見てこれがいいって言ってくれる方がいるならば、もうじゃあ遠慮なくということでイデアになりました。今となってはすごい気に入ってます。写真集を自己採点すると何点でしょう？じゃあ222点。今回の写真集の発売日が2022年の2月の22日でこう2が並んでるので、まあ、点数もちょっと100点よりやっぱ上いってるかなということで222点にしました。今はもうとにかくこの写真集をたくさんの方に見てほしいなっていう一心なので、まあ、30歳になっても今までのペース、まあ、自分のペースでなんか楽しんでお仕事もプライベートも過ごしていけたらなと思ってます。写真集イデアやっと発売になりました。中学生の頃からずっとグラビアをやってきて、本当にもう今回の作品は一つの集大成と言っていい、本当に素敵な作品に仕上がったなと思っています。そうですね、最近ファンになってくれた方々とか、今までもずっと昔から応援してくださってるファンの方々、まあ、男女問わずもう幅広いたくさんの世代の方に楽しんでもらえる作品に仕上がってると思うので、ぜひぜひ
よかったらお手に取ってみてください。よろしくお願いします。